ドンピアです。今回はですね、新しく作るキャンプ場の施設とかレイアウトをどこに配置していこうかなというのを考えていきたいなと思います。ざっくりなんですけど、正方形になっていて、ここが60メートル。実際のキャンプ場の距離感でやっていきたいなと思ってですね、作ってます。で、このちっちゃいんですけど、一マスが1メートルになってます。だいたい実寸大で何をどこに配置しようかなっていうのを、具体的なイメージを自分の中でも作りたかったんで、せっかくなら皆さんと共有して、いろいろご意見とかもいただきたいなと思ってます。早速やっていきたいんですけど、プレオープンがですね、だいたい目標は2023年の4月末頃を予定しているんですけど、役所への届け出とかなんかそういう申請みたいなのがちょこちょこありまして、その返答次第でまたちょっと変わってくるかなと思うんですけど、一応4月末目標にしています。実際にこうプレオープンまでに整えようとしている施設なんですけど、一つ目がトイレ、二つ目シャワー棟って考えてたんですけど、ちっちゃいキャンプ場なんでシャワー付きのお風呂にしようかなと思ってます。で、三つ目が倉庫ですね。レンタルとか自分らのこうキャンプ道具とかも置けるようにしたいなと思うんで倉庫で、あとは炊事場ですね。一応プレオープンまでに整えようとしている施設っていうのがこの辺になるかなと思います。で、今後増やしたい施設は予算の関係もあるんで分かんないんですけど、トレーラーハウスとかコンテナハウスとか寝泊まりできるようなものも作りたいなと、あとはサウナとかバレルサウナとかそういうのも置けたらいいなぁなんて思ってます。あとこれはやろうと思ってるんですけど、ドッグランですね。で、ドッグランなんですけど、ペットキャンパーさんにお聞きしたいのが、芝生じゃないとちょっとダメですねなのか、ウッドチップだったらいいですねとか、なんかそういうのってあればいろいろ教えてほしいなと思ってます。ぜひコメントとかいろいろいただきたいなと思ってます。自分がペット飼ってなくてですね、その辺アドバイスいただきたいなと思います。あとペットキャンパーさんにとって必須な施設みたいなのってありますかね。なんかそういうのはあったらいいなみたいなものがあればそちらも教えてください。早速やっていきたいんですが、まずですね、全体の広さがだいたい60メートルの60メートルぐらいなんですよ。実際にはね、こんな四角形ではないんですね。だいたいね、こんな感じになってます。斜めのこのエリアが使えるエリアかなと。この辺は木があったりとかしてるので狩れば使えるんですけど、プレオープン時では使う予定はないんで、この木とかは伐採されている状態のこのエリアで、キャンプスペースと先ほどお伝えした施設ですね、作っていきたいというふうに考えています。でですね、先ほどお伝えしたまずトイレ、お風呂、倉庫、炊事場をコンテナの12フィートで作っていきたいんですね。12フィートのコンテナっていうのがサイズがですね、 3.6×2.2×2.2 なんですよ。だいたいメートルっすね、これ。で、これを断熱材とか入れたりすると、実際だいたい長さ 3.5、幅が 2.2 メートルか。で、高さが2メートル。だいたいこれですね。こんな感じになります。一マスがね、1メートルかける1メートルになってるんで、だいたいこれを想定しておきたいなと思ってます。こんな感じで、ちょっと長くなっちゃったけど。で、ここにトイレ、倉庫、お風呂ですね。まあこんな感じで置きたいなと思ってます。こっちが高くなって、こっちが低くなってんすよ。緩やかなね、斜面になってんすよ。こういう風になって、12フィートのコンテナを置くトイレと風呂と倉庫のとこは基礎工事みたいな感じするんで、少し平らにしてね、安定感あるような感じにするんですけど、ここら辺にテントサイトっていう感じにしようと思ってて、で、だいたいここが1000平米ぐらいにしようと思ってんすよ。こんな感じで、こんな感じでね、まあちょっと四角形にはいかないと思うんですけど、ここに10サイト、5サイト、5サイト。だいたい10メートル ×10 メートルが僕の中で広いねっていう感覚なんで、車が横付けできて10メートル、10メートルぐらいは欲しいなとは思ってるんで、5サイト、5サイトみたいな感じにしたくって、ここが段差になる感じになるのかどうかっていうのは設置ながらになるんですけど、こんな感じで考えてます。で、この残りの部分ですよね。ここがね、実はちょっと道になってて、こっちが道になってるんですよ。で、これもね、なんか一応道になってるんですよ、ここが。車はね、めったに通んないんですけど、ここ木が生えてるんですけど、木を抜けた瞬間にピアキャンプ場がこう広がっていて、キャンプ場の雰囲気の世界にね、こっから感じてもらえるようなワクワク感みたいなのは作りたいなっていうふうに思ってます。キャンプサイトがあって、で、施設がね、割と近い中心にあった方がいいと思うんで、で、この辺のスペースにテントサイトがプラスアルファで作れるのか、それともドッグランサイトとかバレルサウナとかわかんないですけど、この辺になんか作れたらいいなというふうに思って
ってます。なんでね、ここの約1000平米ぐらいの整地を今後ねやんなきゃいけないんですけど、前にね業者さんに見積もり取ったらすごい金額がいっちゃったんで、まあユンボで切り戸して盛り戸してみたいな、その後にプラスアルファでこう採石を入れるみたいな感じにはなるとは思うんですけど、そういうのが費用がうん百万っていっちゃってたんでね、割とここの辺は自分らで頑張ってやりたいなぁとも思っていて、もしねそうやってユンボとか扱える経験をお持ちの方いらっしゃったら概要欄に載せておくんですけど、ぜひあの開拓メンバー参加していただきたいなっていうふうに思ってます。そんなね斜面になってるって感じはないんですけど、寝るときは平らで寝たいと思うんで、自分もそうなんで、テント張るスペースに関しては平らにするように作っていきたいなというふうに思ってます。この辺もね意外とスペースはあるんで、全部が全部ね使えないっていうわけじゃないんで、この辺もちょっと有効活用うまくしていきたいなとは思うんですけど、炊事場はねこの辺間とかに作りたいなと思ってます。水回りとかは割と固めた方が作りやすいっていう話だったんで、そんな感じにしようかなと思ってます。ここの辺の木のエリアとかも伐採すれば使えるようにはなるんで、うまくね今後は活用していきたいなというふうに思ってるんですけど、なんか皆さんご意見とかね、こんなのどうですかねみたいなのあればいろいろ教えてほしいですね。ここの斜面をねうまく平らにする整地作業っていうのがいい感じに進められるかどうかが大事なんで、ぜひね経験者の方いらっしゃったらお力を貸してください。トイレとかお風呂とか倉庫とかそういったものはね、なんとなくこんな感じで考えてますと、あくまでね理想なんでね、どこまで近づけるかはちょっとやってみないとわかんないんですけど、非日常感、ちょっといいとこの旅館行った時のような感覚に慣れて、シャワーとかお風呂から出たら素敵な開放感のある景色が広がってて、星も綺麗みたいな、テントサイトも近くてみたいな、なんかそういうね感じになったらすげえいいなと思ってます。まあこんな感じでちょっといろいろね書いたりもしてるんですけどね、まあ一応こんな感じのレイアウトにしたいなっていうふうに思ってます。なので皆さんいろいろアドバイスとかご意見とかコメント欄いただけたら嬉しいです。公式 LINE とかもやってますんでね、そっちの方に具体的なメッセージとかいただいても全部僕が回答してますんでね、送っていただけたら嬉しいです。それでは今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。